これから登っていきたいと思います。萌ちゃんです。登ります。いい朝です。寒いです。10度しかないです。行ってきます。おはようございます。6合目を過ぎたあたりなのに早速バテました。いまいちペースの取り方が分かりません。萌ちゃんにもピントがなかなか合いません。そこはどうでもいいと思うんですけど、俺はあまりにもイケメンなんで映しません。見た人がみんな惚れちゃうんで。休憩中です。もう歩けません。それ持ちながら歩いてますよ。もう無理です。もう無理です。僕は死にます。いや死なないけど。案外取れねえんじゃねえかと思ったけど、結構取れてるな俺。装備です。結構重くてもう嫌です。この蜂がずっと自分たちの周りを離れずに飛んでます。7号目に着きました。萌ちゃんと休憩中です。ビデオカメラになってます。おー、すげえな。なんか発達してるだろ。これそれ何、あのあれ映せれるテレビかなんか。あ、テレビに出すことはできます。できる。できます。これからだ。手をつないで。そうです。じゃあ映画見てると同じだな。同じですね。よく映るね、画面ね。そうですね。あのハイビジョンで撮れるみたいなんで。これは電話にはならない。電話にはならないです。ただこう録画するだけで。録画するだけです。薄型でいいじゃんね。そうですね。持ち運びも便利。ええ、結構軽いから、うん。ただやっぱり荷物に入れてるとだんだんずしっとくるんですよね。温度計がある。なんだか下にいる時より気温が高くなってる。やっぱり日が昇ってきたからだね。登ってきたなと。コーヒー飲んでます。高山病です。気持ちが悪い。あれで沸かしました。まだ入ってる。そこでリタイアしております。